早い展開が多くなってきているので、そういう足腰の強化が大事になってくるかなと思います。来月、世界選手権を控えるバドミントン日本代表が、熊本県での合宿を公開しました。昨日の午前中、練習が行われたのは、コートではなく砂浜。足場の悪い砂浜で走り込みや、ゴムチューブを使ったトレーニングで、足腰の強化を行いました。慣れない砂浜での練習に、桃田賢斗選手もこの表情です。トレーニングはさらに過酷さを増して、今度はコート上を想定した動きを何度も繰り返すフットワーク強化のための練習。とことん追い込む選手たちに、パクヘッドコーチが声をかけて鼓舞します。メンタル、メンタル。最後の日は自分の勝負だよ。ハードなトレーニングに、桃田選手の額には大量の汗が。およそ2時間、砂浜トレーニングでギリギリまで体を追い込んだ桃田選手。さらなる飛躍へ決意を口にしました。きつい練習はもう始まる前本当に憂鬱なんですけど、終わってみたらすごい達成感あるので、やりきれてよかったかなと思います。毎日毎日をこう後悔のないように、悔いのないように取り組んでいけたらいいかなと思います。